王は中華人民共和国の建築家。甲州市に本拠を置き、同市の中国美術学院で建築芸術学院の委員長を務める。2012年にはプリツカー賞を中華人民共和国の国民として初めて受賞した。ネーハ美術館ネーハ博物館王は1963年にウイグル自治区の首都ウルムチで生まれた。子供時代から絵を描き始めたが特別な。 美術教育は受けなかった。美術家になりたいという情熱と、技師になってほしいという両親の願いの妥協の結果、王は建築家の道を選び、南京市の南京工学院へ進んで1985年に卒業した。1988年に同校で修士号を得たが、修士論文の視野主記は批判を浴び、修士号授与までには曲折があった。 大学院終了後は、甲州の風景と美術の伝統に惹かれて、甲州市へ移り、中国の美術教育の名門である、石膏美術学院に勤務し、古い建築の改修や、環境と建築の関係についての研究などを行った。最初の建築作品は、同じ石膏省の海年始に作った青少年センターで、 1990年に竣工したが、以後1998年まで実際の建築を手掛けていない。その代わりに建築の研究を進め、上海市の道積大学建築、都市計画学院で博士号を2000年に得ている。同年に中国美術学院の建築芸術学院の教授となり、2007年には院長となった。1997年には妻で、 同じく建築家の陸文博と共に建築事務所、行与建築工作室を開いた。アマチュアという事務所名は、中国の都市開発の陰で進んでいた、古い街並みの大規模な、皿地下への批判、それをもたらした、プロによる魂のない建築への批判が込められていた。2000年には、蘇州大学、文章学院の図書館を手掛けたが、 これにより2004年の中国建築芸術賞を受賞した。2005年に作ったネイハゴサンボーハゴ参謀は同年にスイスのホルシム社が設立したホルシム財団から持続可能性の高い建築に贈られる賞を得た。広州に作った住宅、垂直インタク・戦後時代構想住宅群は2008年にドイツの国際構想建築賞にノミネートされた。 ネーハ博物館の再利用されたレンガのファサード講習、南総五街博物館上海万博のネーハ、東海白館リガン,ン博物館2004年には、ネーハ博物館の国際建築設計協議で勝利し、2008年に竣工させた。建物のファサードは、すべて再利用された、秋代、新代のレンガで構成されており、また竹で補強したコンクリートも用いるなど、 地域の特色と廃材の再利用を打ち出している。いくつかに分かれた建築群が傾斜した形状は近くの山並みに習ったもので、また近くの水面からは水に浮かぶ船のように見えるなど、山や水に囲まれた港町であるネイハシの風土を反映している。この博物館は2009年に中国の最高の建築賞であるロハン賞を得た。その他の大きなプロジェクトには、 寧派美術館、中国美術学院正山新興区、広州南宋五街博物館などがある。彼の建築は新たな地平を開くと同時に場所や記憶と共鳴すると評され、また中国における批判的地域主義の建築の希少な例とも評されている。中国国内での評価に続き、国外でも王は評価されるようになった。2010年には王、 リク・フミヒロの夫妻はドイツのエーリー・ヒシェリング建築賞を受賞した。2011年にはフランス建築アカデミーのゴールドメダルを受賞した。2012年には建築界のノーベル賞とも称されるプリツカー賞を中国本土の国民として初めて受賞した。48歳という過去の受賞者でも4番目の若さの受賞でもあった。過去の受賞者であるザハハリドや 合衆国最高裁判所ハンジスティーブン・ブレイヤーなどからなる審査員は、王の歴史に直接言及することなく、過去を喚起するというユニークな能力を強調し、その作品を時間を超越し、その文脈に深く根ざし、それでいて普遍的と呼ぶ。賞を主催するハイアット財団の議長は、王の受賞は中国が建築の理想の発展において演ずる役割を知らせる。 上で重要な一歩となるものだと述べている。香港の建築士屋で建築批評家の首藤は、この受賞は中国の建築士のターニングポイントとなる出来事であり、中国の社会や建築界に対して建築は文化的事業であり、建築家が文化の創造者であるというメッセージを送ったと述べている。王の父親は音楽家でアマチュアの大工でもあった。母は教師であり、 北京で学校図書館の司書を務めた。王の姉妹も教師である。王の妻の陸文博は建築事務所のパートナーであると同時に中国美術学院の建築の教授としても同僚である。ロサンゼルスタイムズとのインタビューで王は陸文博をプリツカー賞を分け合うのがふさわしい人物であると述べている。ありがとうございます。